バーグがうまくてます。さあさあさあ、お疲れ様でした、大倉さん。はい。うん。ありがとうございました。リサイタル。ありがとうございました、本当に。来ていただいて。スーパーアリーナ。今日が埼玉スーパーアリーナの初日という。そうですね。明日もですもんね。うん。見に行かせていただきました。ありがとうございます、本当に。いや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 、本当になんかVIP席っていうんですか、うん、デッキっていうんですかね、うん。あそこで見させてもらって。はいはいはい。すごいもう、良かったんですよ。この間、うん、実はザ・イエローモンキーの。お埼玉スーパーアリーナを僕見に行かせてもらって、そうなんや、はい、その時は、うん、客席の方で見させてもらったんですけど、うん、本当にステージ土正面の、うん、2階席で見させてもらったんで、うん、まあ、ビジョンとかでも見れるんですけど、まあまあ遠いというか、はい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 、本人の顔とかよく目視ではよく見えない感じだったんですけど、うん、今日僕見させてもらった席はもう大倉さんの顔はっきり見えましたよ。ああ、よかった。いやあ、感動しました。いや、広い会場ですね。広い会場でしたね。どうでした？ステージ側から見て、埼玉スーパーアリーナは。初めて立たれた、ね。初めてですね。でも僕ね、うん、なんか見に行ったことあんのかな？その時に、うん、見に行って感じたことと、やっぱステージだって感じたこととは違いましたね。うん、違ったのかな？まあでもその、うん、またそのイライラじゃんけんのネタにされそうな大倉さんのそのふわっとした感じ出てますけど、あれと思って違ったかな、うんうん、いやすっごい大きかった、その一番上の席とか、うん、スタンドっていうんですか、うんうんうん、スタンドの一番上とかってもうドームクラスじゃないですか。そうだね、うん、すごい高いよねあれ。傾斜もね急でしょ。そうだからすごいね、たくさん見に来てくださって、ありがたいなっていう気持ちで、パンパンでしたよ、満員でしたよ。いや嬉しいね、うん、いや楽しかったです、ありがとうございました。なんかもうね、うん、内容の話しちゃいけないけど、すごく本当にもうワクワクし、まだ今もワクワクしてます。マジっすか。うん、たくさん笑ったし、たくさんこう胸が熱くなったし、うわ嬉しい。去年に引き続き、うん、しかも俺勉強不足でごめんなさい、リサイタルというものは去年から始まったんですね。リサイタル自体はそうか、そうですね、今年もなんかあってみたいなお話をなんかちょろっと聞かせてもらったんですけど、そうですね、僕だから一応2年連続リサイタル見に行かせてもらってるっていうのがすごいなんか嬉しい気持ちになります。ありがとうございます。本当に毎年グッズもほぼほぼ購入させてもらいました。いやいや本当にね、うん、嬉しかったですよ。メンバーもおおって驚いてたでしょ、最後挨拶。いや俺あれはちょっと最後の挨拶に関して俺反省だらけだった。どうしたんすか、なんですぐ反省出てくる。何にも悪いとこなかったですよ。どこが、いや大倉さんそう思ってらっしゃったの。うん、全然。え、なんかちょっとまああれじゃん、やっぱちょっと冷たいじゃん、ああいう時の大倉さん。違う、みんなと話してほしいからさ、なんでいんねんみたいな顔して、なんでいんねん、なんでいんねんなんて思わへんよ。ありがとうって思って、ありがとうって、ありがとうございますって言ってたけども、いつも俺とラジオやらさせてもらってるから、喋る機会いっぱいあるでしょ、うんうん、だから違うメンバーの方がいいかなと思って僕はそっと。ああ、うん。いやもう俺目の前にやっぱさ、7人立たれるとやっぱ緊張しちゃうわけ。でも緊張してたでしょ、めっちゃ緊張すんの。緊張してるゆうくんどうなるんやろうって横から見てた。いや、なんでそんな感じなの、もう俺大倉くんしかもういないわけさ。いやいや、ヤスもしんちゃんも知ってるでしょ。いや、ああいう時のヤスもしんちゃん違うもん。違うの？いや、もうなんなら今この大倉くんとも違うもん、あそこに立つと。やっぱり。そう？関ジャニエイトになるもん。いや、関ジャニエイトだもん。いや、だって関係者がたくさんいらっしゃるところじゃないですか。いっぱいいた。だからそこでの緊張ももちろん伝わるけども、うん、僕らもまあちょっと背筋伸びてるわけですよ。伸びてた。だから、うわぁ、いやいくんみたいな感じの雰囲気になれなかったのかな。うん、いやいやいや、まあまあ、まあ、申し訳ない、こっちのせいですわ。全然全然。それを別に求めたわけじゃないけど、うん、申し訳ない。なんか大倉さんとね、うん、まあ会うのもやっぱ一週間ぶりみたいなところもあるし。まあそうですね。そうそうそう。うん、あと、まあ昨日ね、唐突に僕が僕の姉が、うん、前向きスクリームを踊ってる動画をね、うん、大倉さんに送っちゃって、いやびっくりしましたよ。意味分かんなかったでしょ。いやいや、うん、意味分からなかったですけど、そうそうそう、いやでも、うん、僕の姉ですっていうだけの文面で、僕が、うん、僕の姉です、うん、で動画貼り付けられてて、うん、前向きスクリームを、うん、完璧に。で、なんか、新体操でもやってたのってぐらいの姿勢の綺麗さで。そう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 。ただね、あれ一つ、うん、テレビを多分見て覚えてくださったでしょ。そう。ね、全部振りが逆だったんですよ。逆に難しいっていうあれ。あ、そうなんだ。そう。あ、それは多分もしかしたら今ね、聞きながらびっくりしてるかもしれない、ね。そう、だから、うん、できないと思う、俺。あ、そうなんだ。うん、全部やっぱり、なんやろ、右利きみたいな、
な振り付けだから、うんうんうん、あの全部左手でやられてたんですね。すげえ。テレビ見てるからだ。そうそうそう。反転してるから、うん、テレビに向き合って多分覚えてくださったから。うん、なんなら俺はその練習してる動画とかも見せられて、うん、その見せてもらったんだけど、うん、まあまあ一応ねその事情を話すと、うん、姉学校の先生なんですよ。ほう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 。でなんか学校でみんなで前向きスクリーム踊るっていうのをやったんで、ありがたい。そう、うん、でまずは先生が覚えなきゃいけないと、うん、生徒にこうやって踊るんだっていうのを見せている様子を撮った動画なのあれ。なるほどね。そう、それ俺見て、お手本や。そう、そのお手本、姉あんなキレキレで動いてるとこ見たことなかったから。これはなんかね、いいなと思って。結構なキレキレやったよ。でしょ。いや多分感じないでも誰よりも上手いと思う。いや、すっごいそれは、ね、キレよかったもん。そう、だからそれを急に昨日ね、うん、まあ、そんなになんかまめに連絡を取り合ってる、ね、最近ではなかったけど、うんうん、唐突に送っちゃったし、はいはいはい、いや大倉さんちょっともしかしたらご不快な気持ちを抱かれてやってないよ。ありがとうね、嬉しかったよと思ったじゃないですか。送ってくれた、うん、それで、それも嬉しかったけど、まあでもね、今日2週間ぶりでしたっけ埼玉、そのリサイタル。あ、そうです、リサイタル、ね。ちょっと久しぶりだしさ、うん、そのリサイタルの途中で急に変な動画送って、うん、で、今日見に行って、うん、あの、挨拶の感じのあの、ちょっとこう、釣れない大倉さん。釣れない釣れないとか言わないでよ。ちょっとやめてよ。そんなカップルじゃないんだからさ、あんまり釣れないな、みたいな。もうちょっと笑ってくれないかな、と思いながら。いやいや、じゃゆうくん、なんか、うん、あんまりなんか喋ってなかったじゃないですか、緊張して。緊張したっていうかさ、あの、これ、あの、グッズ。ほら、そうそうそう、 T シャツとかってなんか単語でずっと喋ってたから、あ、いや、そう、声がちっちゃくなっちゃったの。あの、そうね、喋ってたんだけど、うん、T シャツ買ったんすよねみたいな。なんかあの挨拶にすごいたくさん人いたんでしょ、で、ね、関係者の方々が、うん、で、まあ大抵やっぱ大人の方々っていうかさ、うん、まあ俺も大人だけど、うん、俺一人だけさ、うん、まあ、結構がっつり今もだけど、うん、グッズの T シャツ着て、はいはいはい、グッズのタオルを俺首に巻いて、うんうんうん、で、グッズのトートバッグ片手に持って、いやいや、俺、ありがたいよ、ありがたいよ。いくらなんでもそういう人いなかったのよ、他に。いやいや、関係者の中で。まあね。そうそう。で、うん、だからなんか、紛れ込んだ変な人入ってきたんじゃないかって思われてんじゃないかと思ったの、俺は。そんなことないよ。すごくなんか、居場所に困っていた。いやいや、嬉しいですよ。逆にいらっしゃらないからね。だからなんか、うん、メンバーの方々になんか、なんだこいつって思われたくないから、うん、まあ、なんだこいつなんて思う人はいないでしょうけども、うん、なんか、一応誤解を解くために、いや、僕なりにグッズを欲しくて買ったんですよって言おうと思ったの。その変な誤解だけないようにしようって。誤解なんてないから大丈夫ですよ。でもね、うん、なんか、今、初めて話すっていうか、まあ、本当についさっき起こった出来事だからさ、ここだけの話ってことでもないんだけど、うん、グッズ俺全部欲しかったわけ。はいはいはい。で、マネージャーと二人で行ったんだけど、うん、マネージャーにその、まあ、お使いじゃないけど、俺がまあ一応買いに行っちゃって、もしかしたらなんかね、うん、バレちゃうことがあるかもしれないと思って、頼んだんだけど、うん、全部買ってねってお願いしたの。うん、そう、あるやつ。はいはいはい。そう、お金あってちゃんと払うから、うんうん、なんだけど、なんかその、いろいろあるじゃん。グッズの話ってこれ知っても大丈夫なんだよね。グッズはもう、いいんだよね。公表されてると思います。あの、俺、結構一番欲しかったやつが、はい、あの、キラキラ光るやつ。ペンライト。ペンライト。はい。まあ、結構、なんていうの、存在感のあるペンライトじゃないですか。そうですね。形も可愛くって。はいはいはい。俺、ああいうのすげえ好きなのよ。そうなの？ああいうのすげえ好きなの。うん。そう。で、会場行ったらみんな持ってるじゃん。うん。だからみんな持ってるから欲しいんじゃん、やっぱ。いや、そうね。でしょ？みんなで振りたいよ、ね。みんなで振るんじゃん。そこに一体感が生まれるわけじゃないですか。うん。そう、だからもう買ってきてくれるもんだと思ったら、うん、まあ、T シャツ2種類買ってきていただきました。うんうんうん、ありがとうございます、マネージャーよ。トートバッグもありがとう。うん、パンフレットもありがとう。うん、とね。あれと、うん、なんか一番大事なものないなと思って、うん、あ、さすがに売り切れたのかなと思って、うん、あれこれ売り切れてたって聞いたら、うん、マネージャーが、いや、あれはさすがに大きいかなと思って、って言ったの。まあ、気遣いじゃないですか、かさばるかなとか。いや、そうなのかもしれないけどさ、うん、そのジャッジって、どこ、何のジャッジなの？俺は、売り切れてなければ、うん、全部買ってきてってお願いしたわけさ。言ったわね。言ったんだよ。ね、うん、その、そういう、ね、なかったならいいけどさ、うんうんうん、なんで大きいかなと思ってっていう、その、うんうん、何への心配なのっていうさ。まあまあ、ゆうさんはこう社会派シンガーであるから、そのね、グッズを首にかけるまでは気遣いとしてやってくださるにしても、うん、そうか、マネージャーとして、マネージメントとして、うん、高橋優にペンライト振らせられないなって思ったんじゃない？いや、俺はそれを感じたわけ。うん、そういうのを、うん、マネージャーは俺の100倍すごく頭の回転も早い人ですよ。うん、僕は尊敬してますわ、年下だけど。うん、でもね、100倍も、うん、本当に頭のいい人ですよ。うん、すごく優しいし。100倍ってすごい。いつも俺のこと励ましてくれるし、俺は大好きなマネージャーです。うんうんうん、だけど、うん、
ペンライトってさ、うん、もう醍醐味じゃん。醍醐味やな。俺一番欲しかったのよ。うん。ね、不便やな。いやいや、もう、いつ俺、あれ買いに行けばいいの？いや、わかる。だから俺も、明日それ買うためだけに行った方がいいってこと？いやいや、それはもう送ります。いやいやいや、それを催促してるわけでもないわけ。いや、僕の、気が回らんかったんがダメだった。いやいや、そういや、毎回、毎回グッズ買ってくれるっつって言ってたなって。そうだよ。それ思い出して。全然。で、それを全部揃えて、ゆうくんがこうね、その、VIP の部屋入るときに、あ、これ、あのメンバーからですとかっていうのがあったら、うん、ゆうくんは買わずに済んだでしょ。そのいざこざもなかったわけじゃないですか、うん、いやそれは全部俺のせいですよ。いや申し訳ない。全然いざこざにはなってないわけ、うん、俺今初めて言ったもん、マネージャーにも。今俺言ってなかったもん、さっきは。二人だけで移動してるしさ、その埼玉とここの移動館とかさ、マネージャーと二人きりだったし、なんか変な角立てたくないしさ、大好きなマネージャーだから、いやいや、でもペンライト買ってこないことだけってそんなプンプンしたくない。すごい間接的に言ってんじゃないですか。いやいや、もう今そこにいるから伝わってるんだけど、そうそう、もう、だってなんならさ、今回そのすごい VIP な部屋で見させてもらったら、すごい有名なやっぱ歌い手の方とかもいらっしゃってて、はいはいはい。そう。で、その有名な歌い手の方と、もう一人そのお連れの方とかもいらっしゃっててさ。大丈夫でしたか？いや、全然それは大丈夫なんだけど。コミュニケーションは大丈夫です。コミュニケーションは全然、やっぱ僕もやっぱ人見知りなのもあってできなかった。あ、なるほど、なるほど。そうそうそう。いかんせんその、お連れの方、うん、そう、多分あの方はその、歌を歌われてる方とかではない、多分お連れの方というか、知り合いの方、わかんないんだけども。うん、多分ずっと俺のこと多分スタッフだと思ってたんだよね。VIP ルームについている。VIP ルームの、そう、前室みたいな、そう、前室の、案内してくれる人がね。そうそうそう。うん、なんか、その、いろいろ設備についての。はいはい。部屋の温度を避けたいんですけど、たったそれこそ、いいですかって俺聞かれて。あ、部屋の温度ですよね。あ、みたいな。それやばいよね。そうそうそう。でも、その、歌い手の方がすごい、うん、めっちゃ、ご自身で、いやいや、それ私がやりますとかってやってたんだけど、そうそう。でもなんか、すごい僕、スタッフみたいになってて。うん、だから、グッズが届いた時も、うん、グッズって、お願いすれば買ってきてもらえるのかなみたいな。もう、全然気づいてくれへんかったやな。万が一、もしかしたら最終的に俺が買いに行くこともあったかもしれない。やっぱり。俺自身はマネージャーさんに頼んでるけど、そう。その人に頼まれたら俺が行かなかった。頼まれたら俺行かなきゃいけないなって思って。そしたらなんなら俺もペンライト自分の分買ってこれるみたいな。けどいろいろ考えてた。おかしいって。そう。まあそれで唯一の、まあ、心残りというか。いやまあスタッフですとは言えないですよね、その時に。いやまあスタッフ。ゆうくんの性格ではね。そうそうだね。うん、なんともいかんともしがたい。だから俺間接的に俺のマネージャーにいろいろ頼んでたもん。うん、このお部屋に何々がないみたいだと。手配してもらっていいかっていうと、別のそのスタッフ、マネージャーがね、多分その患者のスタッフの人と繋がってるからパパッと連絡がいって、自然とその部屋にいろんなものが到着する。いやだから、それが、実現されてるってことは、もう完全スタッフですよ。スタッフの長になってるから。そう。なんならスタッフで30代で、多分 VIP ルームで見れるだけのスタッフになった人みたいな、なんか、ちょっと偉いスタッフみたいな立ち位置で今日は見させてもらう感じなのかなと思って。走る人じゃないみたいな。走らないんだ。手配する。手配はできる。自分の指一本でスタッフを動かして。部下のスタッフじゃないんで。部屋の温度も下がるし。そうそう。言ってくれたらね、よかったじゃないですか、それを。いやいやいや、それはもう僕はスタッフになりきろうと思って。いや、で、たまに買い物しててありません？お客さんに、あ、この L サイズありません？とか言って、いや、僕スタッフじゃないんで、みたいな。ああ、そうそうそう。あるよね。めっちゃ恥ずかしいよね。そういう時に、スタッフに俺が間違われてるってことでしょ？いや、違う。間違うこと、こっち側が。あ、ほんと。スタッフさんと。俺スタッフと間違われること言うからもん。なんで？なん、俺スタッフっぽい顔してんだろうね、きっと。あ、メガネかけて。なんで石川さんうなずくの、そんなに。してるしてるっつって。なんで作家の石川さんめっちゃうなずいてんだけど。でも、ゆうくん変装しないでしょ？変装しない。で、メガネかけてる普段。かけてるよ。メガネかけて、普通に、そこの洋服屋さん行って、いつもそこで買い物してるんだったら、そこの洋服着てますよね、きっとね。そうだね。じゃあもうスタッフって言われるよ。スタッフ顔ってこと？スタッフ顔とは言いづらいね。で、その今日のこともそうなんだけど、なんか、やっぱそのアーティストの方とかは、一応僕のことを知ってくれてて、あ、いや、この、なんか最終的に言ってくれたの、はいはいはい、この人歌ってる人がちょっと何言ってんのよみたいな風に言ってくれたんだけど、でもそういうお買い物してる途中とかで、すいません、これの L サイズありますかって言われたら、俺探すもんね。
なんで探すのよそれ。いやでもそこは微妙な境目にするんだけど、うん、店員ではないスタッフではないから、うん、ちょっとラフな感じなの。あれ俺さっき見たなみたいな多分あっち側にあったと思うんですけどねみたいな。だからその人からしたらスタッフにしようなんだその態度みたいな。いやいやいや、ことになるのかもしれない。ゆうくんいい人すぎる。だから喋りかけやすい顔なのかもね。ああ、わかんない。で、道もよく聞かれる。そう、タクシーのおっちゃんにも毎回喋りかけられてさ。そうそう、溜まってる溜まってるその動画を。動画に見せようと思って。そう、毎回俺に送ってきてくれるじゃないですか。そうそうそう。またつって。そうそうそう。そんなことないもんだって。それ今なんて甲子園やってるじゃん。うん。だからなんかよくタクシー乗ると言われるよ。いやー、俺もあの一球ミスんなければ今ここにいないんだよ。みたいな。野球やってたよね。そうそう、やってて。うん、自分青春時代の教えてくれるんだよね。はいはい、はい。で、俺なんかやっぱドラマチックだから聞いちゃうんだよ、俺も。あ、そう。あ、そうなんすか。みたいな。いや、それだって言い聞き手やもん、そんな喋りたくてしょうがないもんだって。おっちゃんは一日中ね運転してるわけやから。そう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 。でなんかでも話うまいんだよね、また運転手さん。うん、そうだから聞いちゃって、最終的になんかあのお会計とかちょっと安くしてくれたりとかする時もあるし。おいやいっぱい話聞いてくれてありがとうみたいな。端数いいよみたいな。端数いい。端数いいよとかって言われる時もあるし。いいね。そうそう。なんか、得してるのか損してるのか分からないけど。ただ今日も俺はだからスタッフのチーフとして。うん。あの、楽屋マネージャーみたいな。楽屋担当みたいな感じだった。すごい。だからネタになるからいいじゃないですか、ゆうくんのそういうものって。だから今日、その、前室みたいなところから、うん、その、ちゃんとデッキにパーって出てった時とか、うんうんうん、やっぱその、デッキに、だいたい本番始まるギリギリに、ああいうなんか有名な方とかって、一気にバーンって、出るじゃない。暗くなったら出るとか。暗くなると暗くなる、はいはいはい、直前くらいでバーって出るじゃない。その結構まあ直前のいいタイミングでみんなバーって出てたんだけど、まあ僕もちゃっかりあのチーフスタッフのくせに僕もそのタイミングで一緒に出て行かせてもらったんですよ。でまあみんなやっぱあれね、驚いたんだけどみんな見んだよね、こっちね、見るんですよ。ああなるほどね。そう、お客さんが、お客さんが、うん、でやっぱり有名な方もたくさんいらっしゃる席だったので。うんうんうん、うわあの人いるよあの人いるみたいな感じでご覧になられてたと思う、はいはいはい、多分不思議だったと思うよ。でもその一緒に行って僕のことスタッフだと思っていたその人は。ああなるほどね。そうそうそう。いやだってなんでこの人も我が物面で出てきて座っているんだその時。いやいや、その時にはちゃんと気づいてるでしょ。気づいてんのかな。いやそりゃそうですよ。いやなんか悪いなと思って、俺もいやずっと前室にいた方がいいかなと思って、前室から今日は大黒君見る羽目になるからスタッフとして見るっていう。そうそうそう。なんか頼まれたらあの飲み物とか持ってきて。どこまで気使うのよ。いいよそこまでしなくて。いやいやいや、もうそんな裏話もありながら。なるほどね。楽しく見させてもらいました。いやもうグッズに関してはちょっと僕も次からはもう、いやいやいや、パーフェクトに。いやもう買いに行きます。いやいや、それはやめてください。いつかどこかで僕はあの、いやいや、いやこうやってオンエアでこうやって言うってことは僕はちゃんとした僕に対してのメッセージだと思ってるので。いやちゃうやん、ちゃうやん。いやいやいや、そんなちゃうやん。いやいや、で裏でそこまでやっぱり話し、うんてないじゃないですか、それに関して。いやいや、だって裏で話せることじゃ、てかこうやって表で全部話そうと思ってあえて何にも話さないでいたんだけど、表で話すってことはやっぱりあの気遣い足りねえな大倉っていうリスナー の, あのやっぱりもういらっしゃるわけですよ。いやいやいや、お前がやれ、お前が見に来てもらってんだろ大倉。多いそういうリスナーのみんなよ、じゃあ聞いてくれ。違う、うん、大倉さんはもう今日もね僕の方を見て手を振ってくれていたし、あれ、うん、僕今日気づかれました僕の、うんうん、あれえ、今日はあんまり気づかれませんでした僕の。いやいや気づいてますよ。気づいてませんでした、うん、あの上の方です、ね、出ませんでしたね、あの上の、うん、ちょあのポコッとしてるところですよね。ポコッとしてる、うん、あの多分一箇所しかないんです、ああいうビップ席みたいな。はいはいはい、気づいてますよ。本当ですか、はい、小倉さんすごい優しい方でね、はい、そう僕はこう言うとなんか当てつけみたいになっちゃうけど、うん、あれは本当に俺が買いたいと思ってるってことだけは言わせてください。いやいやいや、まあ、ここを電波を通して言うことじゃなかったのかもしれない僕が。いや違う違う違う、僕は自分で買いたいの。ただ、なんでマネージャー買ってきてくれなかったかなっていう、そっちの方の話。ああ、そうですか。すいませんでした、本当に。いや、なんで俺のマネージャーのことあなたが謝るんですか。いやいやいや、大倉さんが謝ることじゃないです。ちゃんと送ります、全部。いやいや、買います、買います。改めて。いや、送られても買いますし。いや、3セットずつぐらい送ります。いやいやいや、うおい、そんなに。うん。いやいやいや、ダンボールで届くぐらいになんかもう。いやいや、そんなあっても、どう処理しようみたいな。持ちきれない、持ちきれない。いや、持たないでしょ。いつもそのよ。全部持って手振んなきゃいけない。いや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 。それでは今週も、そろそろ行ってみましょう。オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉君と高橋君。改めましてこんばんは、
飛び切りダセスマホケースを使ってる関ジャニ∞大倉忠義です。ちょっと待ってよ、この一文俺の意見ちゃうやろこれ。誰かが言ってるやつやもん。まあ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 、スタッフの人に買ってきてもらったって言ってたよね。ダッサい、変わってないね。変わってない、うん、まだじゃあ結構お気に召したっていうことですか。いやでも毎回突っ込まれるよね。ツイッター見たけどさ、うん、もうみんなすごい検証してて、これじゃねえかこれじゃねえかってこう立てかけられるっていう情報を提供したでしょ、さ、うんうんうん、そうそうそう、でまあまあそれに似てるのをみんな当ててた。でも それと同じものを当ててる人いたかどうか分かんないけど、あでもこれをまあまあその形だったよみんな、まあ、でもこれを知られちゃうと、うん、普通、うん、一種のものをつけたいとかいうものあるじゃないですか、もし好きなアーティストさんがしてたら。俺もそうだ、俺もちょっとそれにも欲しいもん。なんでよ。これ絶対やめた方がいいよ。なんで。いや絶対やめた方がいいっていうのもあれやけどさ、うんうん、いやだから知らない方がいいと思う。そうなんだ。いやだってもう友達に、うん、なんか旅行とか行く時あったらスマホケースちょっとお土産買ってきてあげるとか言われて、うんうんうん、全然そういう会話してないよ。え何いきなりみたいな。いやいや、うん、いやありがとうっていう、おっていうのを今日話してたんですけど、ええ、今日楽屋で見たら丸山くんがとんでもなくダサいスマホケースをつけてたんですよ。あれ、うん、でそれどうしたんだったら自分で買ったっつって、うん、ある程度値段してて、なんか香水型みたいなんでシュッてやあの上が出っ張ってて、その香水の出るところみたいな、シュッてなんか出んの、シュみたいなのできるやんとかでめちゃくちゃさ楽しそうに話すねんけど、やったーっつって、あ本人は、ね、嬉しそうな、いやいや俺よりなんかダサいのつけてる。しかも自分チョイスで。ちょっと一応高橋ですって言わせてくださいよ。スタッフがもう次行こうとしてるんだけど。あなたは誰ですか。高橋です。さて毎週土曜日の夜、男2人が集まって生放送でお送りしていく週末の反省会的なこの番組、今週もラジオの前の君からメールで今週1週間の失敗談やちまた話を大募集します、はい、部活や職場、バイト先でのハプニング、彼氏彼女にバレた嘘、お盆の渋滞中の車の中で起きた家族のトラブルなどなど、君にやちまった話待ってます、はい、同じ内容のメールは1人1通で OK、 メールにやちまったエピソードとやちまった君が今聞きたい曲のリクエスト、そして詳しい話を電話で聞かせてほしいので、今連絡がつく電話番号を書いて送ってきてください。番組のメールアドレスは ot@allnightnippon.com ot@allnightnippon.com です。電話でやっちまった話を聞かせてくれた人には、残りわずか番組グッズのジョコビッチをプレゼントします、うん、ということでございました。はい、まあ曲はまた後で、なるほど、聞いていただくということで、ちょっと最近オープニングトークが長くなっちゃったのかな。まあ今日は僕は あまりある思いがあったから、いやありがとう、うん、いや本当に感動した。ちゃんとする。いやちゃんとペンライトね。足りないのペンライトだけ。これ絶対どこか買いに行く。いやいやいや。オールナイトニッポンサタデースペシャル。大倉くんと高橋くん。はい、メールが来てます、はい。山形県酒田市で聞いてくれてる花さん、中学校3年生女子、うん。私の母も服屋とかで店員さんに間違えられていろいろ聞かれてて、あ、私店員じゃないですみたいな感じで気まずい雰囲気になってました、うん。母もよく話しかけられると言っていて、ゆうさんと一緒で東北人だからかなと思いましたって。人の良さが出てるのかね。東北人だから？いや、まあ。一概にそうよ言えないけども、うん、そういう人が多いんじゃないですか、なんか人柄良さそうな人が。そうか、大倉さん間違われることはでもないでしょ。でも僕ないですね、だって、うん、マスクとかしてイヤホンとかして下向いてもずっと、あ、そういう店員さんもいないでしょうし、ね、いないですし、でタクシーでもあんま話しかけられないって言ってたもんね。話しかけられることもあるけど、うん、なんか「はあそうですか、はあ」って言ってたら話さなくなっちゃう。あの多分相槌が下手なんやと思う。いやでもじゃあ今ちょっとコンサート見てきた後だからさ、うん、少し気になるけど、本番前は話しかけ合うのメンバー同士は。本番前、うん、あでももうなんてことないことをずっと話したりしてるかな、うん、緊張とか、まあいつも同じ話になっちゃうけど、うん、他のメンバーの方は緊張なさらないの？してないね。あ、みんなリラックスしてる。リラックスしてる。ステージの上もそのまんまだもんね。そのまんまというか分かんないけど、裏も分かんないけど、いやまあ、声のトーンとかは違うけど、うんうんうん、結構一緒よね。あ、そうなんだ。三重県鈴鹿市の真央、大学生です。ねえ大倉くん、ゆうくん、この前イライラじゃんけんで、うん、自分の彼女が友達に鬼ビッチって呼ばれてるってネタがあったけど、うん、実は私予備校に通ってた頃、携帯にちょっとエッチな写真を保存しているのを男子たちに見つかって、それ以来マオビッチって呼ばれるようになりました。し
しかもあれから5年の月日が流れた結果、うん、マオビッチのビッチだけ残っちゃって、今その男子からはビッちゃんと呼ばれてます。オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。いや、まあ、ビッちゃんやったら可愛いじゃないですか、まあ、ちゃん付けにすると何でもちょっと可愛くなる。うん、ただどういう画像を保存してたのかめっちゃ気になるけどね。そうだね。そしてなぜ保存したのかっていうことも男女変わらないのかね、そういうとこって気になるね。そこ入ってます、そういう写真。いや、俺は入ってないね。入ってないよね。うん、いや、なんかさ、うん、そう、ちょっとお年頃だった時期というか、うん、は入ってた。20代前半ぐらいの時は、うん、悶々としてた時期があってさ、お自分に、うんうんうん、それなんかエロ画像みたいな、はいはいはい、保存した時期あったけど、あったね。もうなんか別にもう今その価値なんていうの、飽きるのも早くならないですか、30過ぎると。同じものを別にいつまでも見ていたいとも思わなくないですか。ああ、もう見もしませんか。いや、でも僕は、いやいや、僕まだドキドキしますね。ってことはじゃあ保存なさる。保存はしないです。うん、はい、保存はしないです。保存はしないです。なんか急に。いや、上品な話。いや、ちょっと、いやいや、エッチなことになるとドキドキします。まあ、僕、聞く側としてもかなりドキドキしますけど、どこまで聞いていいものやら。いやいや、それ何でも聞いてください。うん、あ、そうですか。はい、うん、女性は保存する理由は何だと思いますか、女性が保存。想像上ですけど、ここ男子しかいないから。だから、どっちを保存してたのかね。男の子の、うん、まあ、例えば上半身裸の写真とか、それエロくないか。でもそうじゃない？それか、うん、なんか女の人の理想の、うん、体のヌードとか、うん、でもさ、うん、結果的にビッちゃんと呼ばれる結果になってるってことはさ、うん、そのビッちゃんと思いっきりの画像ってこと。多分異性の画像が乗っかっていないとビッちゃんというふうにならなくない？でもそれ、うん、何歳ぐらいやった？何回だっけ、若い24歳。いや、そうか。いや、そのでも学生の頃でしょ、うん、学生の頃にさ、うん、思いっきりその男性のフルヌード入れてたら、うん、それビッちゃんになるよ。そりゃそうだね。みんなびっくりしたろうね。うん、いや、あーっつって、出したお前。どうしたら何があった何があった、なんでこんなものをお前どこで見つけてきたと。いや、興味がある年頃なのかもしれないけれども、うん、いや、男の子はわかるけど、女の子の実態知らないじゃないですか。そうなんだよね。30過ぎても分かんないこといっぱいあるよね。そう、だからどうなんだろう。お姉ちゃんとかから聞いたことない、そういうの。ないよ。ないか。ないよ。ちょっとお姉ちゃん。今後とも聞かないよ、お姉ちゃんからちょっとメール募集していいですか。いや、で俺の姉から、うん、なんで募集するの。俺が言わなきゃダメだよ。ただ、教えてって言えばいいじゃん。教えてもらいたくないわ。そんな。いや、だからそれ、わからない、ね。気にはなる。俺の姉のことは気にならないけど、うん、いいけど、別に。どんな感じになってるんだろう、この先はとかって思うじゃないですか、中学校の頃とか。何がどういうこの、衣服の先はどうなってるんだろうとか。ああ、気になったよ、それは。だから夏服の時とか、うん、夏服になったら、集会って言うんだっけ、うん、朝礼の時とか、うん、夏服のスカートって、ちょっと朝っぽい感じになって、うん、で、太陽の当たり具合によっては、透けるんですよね。ただ、うん、パンツまで透けないんですよ。うん、足の、こう、いつもは見えない、ミニスカート履いてたら見えるであろうぐらいのところまで見えるんですよ。うんうん、その先っていうドキドキ感ですよね。うん、ただ、それを女の子は勘違いしてて、うん、パンツ見たいんでしょみたいな。うん、まだパンツみたいのはあるけど、うん、違うんだって、そのもろに見たくないねんと、うん、そのなんか見えるか見えないか、見えないって想像させるのが男の想像というか、うん、妄想ですよね。それは激しく共感します。激しくですか。激しく共感します。うん、だからちょっと話がそれるかもしれないけど、うん、最近っていうか、まあ一昨年ぐらいから聞くようになった店ブラ、店パンみたいなのが。ああ、それ嫌やね。あるじゃないですか。そう。で、なんか、うわ、もう見えちゃってるじゃんと驚くでしょ、こちらは。驚く。でも、いやいやいや、これ店パンだから大丈夫、みたいな言葉があるでしょ。うん、はいはいはい。いや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 、店パンも何も、パンなことに変わりなければ、うん、このドキドキは一緒だよ、という。店パンの場合は、店パンプラス、うん、なんて言うんですか、本命パンを履いてるわけでしょ多分。そうなの？わからない。どうなんだろう。え？二枚重ねなの？二枚重ねなんじゃないのかなって勝手に思ってた。違うか。店ブラ、ほら、ブラ、なんか紐みたいなの肩から見えるじゃん。あれもじゃあ何？
二大体制なの？まあまあまあ、俺あの女子じゃないんで、あの思いっきり純粋な目向けられても困るやんけど。どうなの？いや、お互い今そういう目で見合ってる。まあまあそうよ、ね。どうなのどうなのって。いや、一番だとさ、うん、腹立つのがさ、うん、結構短めのスカート履いてて、ええ、なんか階段登るときとか、こうカバンでこうね隠したりするんですよ。ありますね。でもそれやられるとまあ、あの逆に気になるなと思って、ええ、見ちゃったりチラチラ見ちゃったりするんですけど、隠されると逆にね。そうそうそう。うん、いや見えひんと。うん、見るかもしれないけど、そんなもん、あの、変なことにならないから。ならないよ。で、思って、うん、パッてチラッと見えたらね、うん、なんか、パンツの上に履く、なんか、フリフリのなんか、あの、ショートパンツみたいなの履いてるの。あるね、あるね。うん、なやそれって。じゃあ、なぜ隠したのか。そう。うん、ダブルで隠す？じゃあ、注目させたんじゃない？それ逆に。そんな大切なもん、たぶん、その中にないぞ、そんなに。そこまでね。いや、だそのフリフリが可愛い今日のお気に入りだから、うん、ぜひ見てほしいから、あえて隠して、チラってやったんじゃない？いや、見られたくないんでしょ。見られたくないの？でもフリフリ、本命パンティを。本命パンティ、そうだね、うん。本命パンティは見られたくないんでしょうね。だから、あれって全くドキドキしないでしょ？それを、うんうん、あの、スカートの下に履いてる、この見えないようなやつ。うんうん、あの、ショートパンツぐらいの。うん、僕が見えたとてね、うん。ドキドキしないですよ。うん、ただ、あれが、あの、スカートが取れて、うん、あれと、タンクトップとかで寝てる女子を想像すると、うん、なんか、すごいですよね。大倉さん今日結構、いやいや、あらわなドキドキする感じがしますよね。うん、やっぱあのコンサート後で結構こう疲れた体でいらっしゃるからちょっと今誰がムラムラしてるするかい割となんか艶っぽいお話が今日多いですけど艶っぽくない艶っぽくないですよそうですかなんかいや不満ですね、うん、僕のああ不満ね、うん、いやまあわからないやっぱ未知であってほしい部分が多いんですよそう女子は、うん、男子にとっては、うん、そうそうそうだ今何の話かこうなったんだっけなんでこうなったんだっけ今なんでやろなんであれだなぜ女子あ女子が画像をエロ画像を保存してるのかどうかっていうところから始まったんだまあそうやなそう考えるともう何やろうその男と女どっちとも登場してる場合が想像つきますねそうだよね、うん、男と女の人の画像真央さんだったっけなだってチラッと見られただけでうわってなるってことでしょでかなりのビジュアルなんだよそれはなるほどビッちゃんって呼ばれるだけのビジュアルだったんだよ嫌よね嫌、うん、だよでも見られたくはないよねそれまあただビッちゃんではないのかもしれないけれども、うん、あの他の人よりも何かが勝ってるのかもしれないねその人の中のああ感性的な、うん、第六感的なその感性はでもやっぱ大事にした方がいいと思ういや俺すげえそう思うよ、うん、あのなんかエロいみたいなことをさ、うん、なんか不純なものみたいにさ、うん、するような女子はエロくないだろうみたいなそうそうそうそれは実際問題男子と女子どっちがエロいかみたいな議論は僕は分からないけども、うん、でもエロさというかその行為に対する健全な気持ちがあることは、うん、僕はすごく素晴らしいことだ逆に素晴らしい、ね、興味を持つことは、うん、だって人類の繁栄のためにはその行為は避けて通れないわけだからあその行為うんいやいや最終的に最終的にねそう結構ジャンプしたなと思った最終いやいや僕はそこにたどり着くと思ってますからまあまあねでもだからエロいっていうのはちょっとね、うん、だからみんなと一緒じゃなきゃいけないのかっていうところになってきますよねあそれぞれあっていいんじゃないのかって感性がそうねだそれがなんかうわっなんかみんなそんなことしてないのにお前だけそんな画像を持ってるっていうのが、うん、やっぱりみんなと肩並べてね、うん、なんか一緒の位置にいなきゃいけないんだっていうのが、うん、個性を潰してんじゃないかとゆうくん言ってたよね前に俺が言ったんですか個性を潰してるんじゃないかと。ちょっとみんな持ってた方がいいですかじゃあ。みんな全員が。あ、俺も持ってる持ってるみたいな。いや、まあまあみんな気になるものはね、別に隠さなくていいわけじゃないですか。いや、一人を指さして笑うことないということですね、うん。そうですよ。ああ、これ真央ちゃん喜ぶんじゃないこの話は。ビッちゃんって言ってる男たちは、もっとすごいもん見てるんだから。そうだよ。うん、見ててほしいしね。見ててほしい。そりゃ、うん、なんか、それの全部もう苦手ですって言われちゃうとさ、うん、ちょっと人類反映するかなって不安になるもん。人類のこと思っちゃうのね。俺はやっぱ人類だもん。やっぱり。もうすごいね。いや、だって女性が、うん、まあ、ちょっと誤解を生じる話になっちゃうかもしれないけど、慎重に話しますけど、うん、我々おしゃれしたいとかさ、うん、ちょっと異性を意識して、うん、例えばなんだ香水つけるとか、うん、髪染めるとかあるじゃないですか、うん、あれはあの人間関係がなければやらない行為だって言われてるんですよなるほど
でしょ、うん、自分一人だったら誰も自分を見る人がいないんだからさ、うん、聞かざるという価値観なんて生まれなかったはず。まあフルでいいよね、フルね、フルでいいじゃん、そう、もうフル尺でいいわけよ。フル尺だけど、うん、でも異性を意識したり人目を意識するからこそおしゃれをする。じゃあ人目って何かってやっぱり異性なんですよ。うん、化粧もそうか。化粧もそう。うん、だから、可愛い、この服可愛いって思って、こう言われたら嫌かもしんないよ。やっぱり、そんなことのためじゃないって言われるかもしれないけど、うん、それを手繰り寄せて、手繰り寄せていくと、やっぱり人類繁栄のためにやってるっていう結論になるらしいですよ。うん、なるほどね。やっぱり。あ、それも、ユースさんの考えじゃなくて、これは、違う方の。これ、僕、なんかいつか読んだ本の話です。本ね。僕の、いや、でもそう。いや、まあそうよね。僕は納得した意見です。うん。だから、おしゃれしてる人たちのことは僕、いつも微笑ましく思って見ています。まあだってもう何やろ、それが不純やってなってしまうとね、うんうん、全部不純になってしまうから。だってそうですよ、俺たちだって仕事始めてっていうものを夢持つってこういうことは、うん、最初は不純だなのかもしれないじゃないですか、うん、モテたいとかさ。そうだよね、モテたいっていうのも一番果てに行き着くものはもう人類の繁栄ですよね。いやいや素晴らしい話じゃないですか、これも。壮大な話だよ、これは。いや素晴らしいよね。いやこれ結構真理ついてると思うよ。いやだから少子化とかね、うん、いや危ないから、いや危ないから、ね、いや僕の地元の秋田県なんて今少子化率すごいから。あ、そうなん。高齢化率も今ナンバーワーストワンだ、一番悪いんだ。なんでなんやろ。いや俺もいろいろ考えるんだよね、うん、なぜなんだろうって。秋田県がそういう風になってってるのが、だってもうセックスレスも多いんでしょ。うん、なんかね、まあ、話が繋がるか分からないけど、うん、鬱になる人も一番多いんだって。え？そう、だから多分思い悩んだり、表に出さない人が多いって言われてる。うん、インターネットとかで、秋田県のなんか人柄みたいなの検索すると、内向的とか、うんうん、なんだ、そのやっぱ奥ゆかし、まあ、よく言うとみたいな、奥ゆかし。奥ゆかしのいいじゃないですか。そう。すごく恥ずかしがり屋なんでしょ？そう、恥ずかしがりな人も多い。でもさ、うん、なんか俺の姉もそうだけどさ、うん、なんかやらせるとすごいキレキレだったりとかするわけじゃない。何を？ダンス。あ、ダンスね。そうそうそう。うん、ダンスだよ、もちろん、うん。さっきその話したでしょ。そうね。姉の話してんだよ、今。いやいや、主語がなかったから何をやらせんのかとか、ね。ダンス、ダンス。そうね。前向きスクリーム。めっちゃキレキレだったよね。そう。キレキレだったでしょ、うん、大倉さんに昨日お送りした画像の話ですよ。はいはいはい、なるほど。じゃあ、姉も、まあね、弟が言うのも変ですけれども、うん、まあまあよく言えば奥ゆかしい。まあ普段はそんなに口数の多い人という方の人ではない。うん。うん。だから、まあザ・秋田県民って感じだと思う。なるほどね。そう。だから、きっかけさえあれば、うん、なんかね、そう変わる気がしてるんですよね。なんか別に僕がなんか偉そうに話すことじゃないかもしれないけど、うん、なんか明るい話題とかさ、うん、みんながバーンって弾けられるなんかのがあれば、まあね、その人類繁栄の、人類繁栄、ね、また一つのきっかけにもなるんじゃない。いやもう、そう、壮大なテーマやね、今日。いやー、いいんじゃないか。今までないぐらいの。そうだよ。うん、マオビッチからの。ほんまよ。そうそうそう。いや、みんなから、どんどんね、した方がいいよね。いや俺そう思うよ、うん、だって今日もその埼玉スーパーアリーナ見に行かせてもらったけど、やっぱ希望だもんね、うん、人類繁栄の、そう、関ジャニエイトは。そうなの。いや俺ら象徴になってる。やっぱなってるよ。嘘でしょ。いやだって見ててやっぱすごい思うもん。やっぱすごい魅力の塊だもんね。その関ジャニエイトのやっぱ DNA は絶対後世に残してった方がいいって思うもん、見てると。俺らの DNA を、そう、子孫を。子孫を、うん、反映した方がいいって思うもん。そう。俺らが、いや、そう、もちろん。俺ら側が側もそうだし、うん、だそういう思いを芽生える、俺は。芽生えてんの？芽生えてる、うん。いや、俺にはできない、それは。まあね。そう、性別違うからね。そうそうそう。俺は大倉くんの遺伝子残したいと思ってて、俺どういう頑張ったって無理だ。うん。無理やけど。無理だ。そういう。そう。だからもはやそれエロいとかの話じゃないわけ、これは。うん、そっちもいける？え？そっちもいけんの？いや、そういう話ないじゃん。そういう希望がある。そういう話ないじゃん、今。ないないの。そういう話ないの。違う。違う、うん。もっとすごいロマンチックな話してるの、今。今、ロマンチックな話しちゃったよね。ロマンチックな話してるの。なるほどね。そうそうそう。いや、そうか。大倉さんどうだったの？今日のコンサートは。全然話じゃ飛ぶけど。今日、前にさ、よく失敗するとかさ、間違えるみたいな話、ちょっとこの間、チラッと教えてくれたじゃないですか。うん、ムラムラしたかってこと？いやいや、話変わった。変わった。ごめんごめんごめん。唐突に僕今話変えました。あ、今日のライブの。そうそう。もう人類繁栄の話みんないいかなと思って。うん、もうポイントしよう。そう、僕が間違ってる部分いっぱいあると思うし、なんか。いや、そんなことない。持論でしょ？持論だよ。
で持論やからいいじゃないですか別に。そうでも持論の話長くなってきたから、ちょそろそろ小倉さんに話聞きたいから。いや全然なんか今日の出来栄えみたいな。今日振り失敗したよ俺。あマジ？うんめっちゃ目立つとこで。ええー、俺気づかなかったな。嘘や。うん。いやしかも俺があの画面にバンって出てるとこで。あのお二人でやられて、この間おっしゃってたお二人でやられてるとこ？うん、うん、あの全員でやってるとこ。気づかなかった。俺結構気をつけて見せたけどね。いやもうめっちゃね、うん、あのダメだなと思って、うん、久しぶり2週間空いてるじゃないですか。うん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 、2週間空いてて久しぶりにやって振り間違えてるようじゃダメだと思ってたんですよ。うんうんうん、ただ曲の途中にね、うん、あれこの次この振り何回やったっけとか思ってたら、あスコン間違えて、うん、めっちゃ恥ずかしかったあれ。あそれはもう皆さん気づかれてる感じなのよ、エイターの皆さんは。うん、だってざわってしてたから。あ、してたんだ。うん。わあ、まだだな、俺。全然気づかなかった。まだまだよ、俺も。でもね、うん、なんか、今日もね、ここに来た時に、うん、この、あの、日本放送来た時に、うん、まあ、作家の石川さんとかさ、スタッフが期待してるわけよ。はいはいはい、先週なんだよ、その話したの、多分。あの、うん、間違えてるんだよ、とかって、うん。普段はそれこそ一緒に踊られてる、横山さんが間違われたりするキャラみたいな感じになるからとかって話があったじゃないですか。俺が間違えてんのにね、横山くんのせいにされるみたいな。そう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 。でもだからなんかちょっと性格悪いようだけど、僕結構それを目光らせて今日見てたの俺。ああ本当にそうなのかな。大倉さん間違えられるかなと思って、なんか嫌な見方だよね。いやいや上げ足取りみたいな見方になっちゃったけど。でもやっぱね、遠くに感じたっていうのが僕のやっぱ結論になるんだよね。大倉さんがかっこよすぎて、もう完璧すぎて。完璧やった？いやーもう。いや多分ね、うん、やだよ俺だってこの目の前にいる人の完璧すぎるってこうやって言うのは。あいやいやそんなことない。だってでも完璧なのよ多分。こんだけったらね、うん、あのごまかす術をもう覚えてんのよねきっと。ああなんか別に間違えてないよって、うん、これが今日の俺の表現だよみたいな、うん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 、ただねあのユニゾンみんなで揃えるような振りはもう完全間違えてるからね。そんなとこあった今日。ありました。マジか俺、うん、気づかなかった。今日寝れないな俺。え絶対寝れないわ。そんな落ち込んでらっしゃったんですか、うん、今。もう座禅や。朝まで、うん。明日もあるのに最近ちゃんと精神落ち着けて。いやいや、いいんじゃないですか、そんな気になさらず。ダメでしょ、それは。いや、今日だけのライブをみんな見れたと思いますよ。思いますよ。僕は感動しましたよ。ほんまに？いやいやいや。やゆうくんありがとう。見守ってくれててすごく心強かったです。いやいやいや。うん、いや、でもあ僕来てること気づかなかったんでしょ、今日。いや、来ることは知ってましたよ、もちろん。うんうん、来てくれんねやって、そうやって。今日何回も手振ったよ。うん、もう何回も手振った。皆さんに、ね、会場中にね。会場中に。うん。ということで。さて、うん、ここで番組からのお知らせです。はいはい。まず、来週8月の20日の放送なんですけども、うん、来週末は関ジャニ∞が和歌山で全国ツアー。はい。そのため久々に和歌山と東京を結んでの二元中継での生放送となります。久々来たね。結構久しぶりだ、感じないですかということで。多分今年1月の大阪以来。あ、う、あ、ん。いや、あの、翌日、大倉くんがちょっと例の、ああ。ようなことがあったあるんですね。そうですね、うん。入院してしまった、あの苦い思い出。うんうん、張さんの方のあれですね。張さんの方が平息になりました。張さん、平息さんですね。はい、はい、そうですね。さあ、そして、夏休み中最後の放送となる、再来週8月27日の放送は、うん、今年の夏を総括するこんなスペシャル企画をお送りします。うん、題して、イライラ大王高橋優を一番イライラさせるのは誰だ？この夏、一番イライラした日、グランプリ。今やこの番組の代名詞となっているのが12時台のイライラじゃんけんのコーナー。そのイラじゃんでこの夏私高橋優が1年がかりで4連敗を記録、うん、イライラ大王というありがたくない称号をいただいてしまいましたけども、かっこいい。ただでさえ毎年猛暑となる夏は僕じゃなくてもイライラしがちな季節。そうか。そこでこの大倉くんと高橋くんでは番組の代名詞でもあるイライラにスポットを当てて今年の夏を総括、うん、ラジオの前の君からメールでこの夏最もイライラしたことを大募集。そのイライラしたエピソードを紹介し、最終的にイライラ大王の僕を一番イラッとさせたエピソードを送ってくれた人にグランプリを差し上げます。おお。副賞とかはございません。イライラ副大王。名前あげるよ。名前あげるんじゃないですか。かっこいいやんか、カメハメハ大王。僕はもう大王っていうのは僕決定してるんで。大王ですね。大王で僕イライラ大王なんです。副大王という僕なんもない。称号。あ、でも大倉さんイライラされないからやっぱり。そっか。なんかでもなんかつけて。それはね、イライラっていう言葉が入ってていいんですか。いや、なんでもいいですよ。僕もなんかそういうなんかネーミング欲しい。イライラ委員だって。イライラ委員。イライラ委員会みたいな感じの委
院長？委員長なの？委員長？委員長ならいいや。委員長がいいんだ。委員長って一番偉いでしょ、委員会の中で。イライラ委員までじゃダメ。委員まではダメ。じゃあイライラ委員長大倉さんと。やったありがとう。でもイライラ委員長とイライラ大王っていう俺だよ、なんかやばい、ね、変な二人だけども、まあまあ、うん、大王と委員長でやっていくという。なるほど。このイライラエピソードは今週から大募集。メールに君がこの夏一番イラッとした出来事と電話番号、そして住所、氏名、年齢なども書いて送ってきてください。はい、番組のメールアドレスはot@allnightnippon.com ot@allnightnippon.com です。メールは件名のところにグランプリと書いて送ってきてください。君のメール待ってます。はい、カタカナでグランプリですね。グランプリ、はい、というところで、僕の8月31日にリリースになる新曲を聴いていただきたいと思います。はい、高橋優、光の破片。オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。電話だよ。もしもし。もしもし。おところ、お名前、年齢どうぞ。福岡県北九州市、香里、24歳、看護師をやってます。看護師の香里さん、どんな職場で働いてるんですか？はい、手術室で働いてます。手術室、オペ室だ。何かというか、一応全部の手術をに入ってます。外科とか脳外科とか整形とかいろいろ。はい、ドラマとかでしか見たことないけど、かおりさんはじゃあなんかああいうなんていうの、はい、なんていうメスとかって言われたら渡す人？あ、そうです。機械出しをしたりとか、あと外回り業務といったら輸血持って行ったりとか。24歳でそこまで任せられるもんなんですか？私は新入社員の時からもう手術室に配属だったので、うん、すごい。はい、なんかなんていうの、ちょっとグロいというかさ、ちょっとあれかの話かもしれないけど、うん、人のさ、やっぱりこう内臓とかいっぱい見るんだよね、お仕事は。見ますね。はい、うん、慣れるもんですか？もうなんかそうですね、慣れちゃいますね。全然手とかも平気ですし。それってさ、ね、うん、そういうものを、そういう仕事をやりだして見るようになって、はい、人生観とか変わるもんですか？いやー、やっぱその、ね、道端でなんか見つけたとかじゃないから全然変わらないです。その道端で見つけた、それびっくりするけど、うん、大事件じゃん。手術っていう場なんで、そういうのがあると思って入ってるので、うん、その予想外のこととかじゃないから平気ですけど。命がこう、行ったり来たりするの一番近い場所でしょ？そうだね。そうですかね。なんかだってそれ辛い時とかね、はい、うん、ないんですね。あ、私はまだその、術中に亡くなったとかの場面に遭遇したことはないので。あ、 なるほど、はい、でもすごい仕事で。夏休みとかあるの？夏休みはもう決まった休みとかがないので、うん、バラバラに取られたりとかして、うん、あ、不定休、はい、不定休なんだ。じゃあなんか旅行行きたいとか思ってもそう簡単には行けないね。そうですね、もう最初に申請して、しとけば休みは取れるんですけど、うん、有給取って、うん、そうですね。何したいですか、じゃあ休めたら。休み、あ、でも9月秋田に行きますよ。マジで？マジです。ありがとう。はい、福岡からはるばる。思いもよらずすげえ嬉しいこと思ったよ。はい、9月秋田行くって大回りの花火じゃないよね、俺の。え、休み取りに行くんや。だけどすごく、うん、9月の3日だけなんですけど、うわ、嬉しい、ありがとう。はい、ちなみになんか、はい、僕もね、いろいろなとこ回ってんすよ、リサイタルってやってまして。 あ本当ですか。あ、そうですね、まあ、チケット多分取れないですね、完全にエイトさんは。そう、いやで、取ってくれる努力っていうのは努力をしろとしてないですね。わかりました。それでは、話に行きましょう。香里さん、そうだよ、あのリサイタル のペンライト超かわいいよ。後で探してみてみます。ありがとうございます。香里さんで何やっちまったの？はい、あのこれは女性皆さんに気をつけてほしい話なんですけど、ららら、うん、私知らないうちに盗撮をされてました。ちょっとなんか事件系多くない？最近多いよ ね、 ね、俺らで処理できるのかっていうことなんだよ。いや、そうなのよ、うん、どうしたの、香里さん。仕事終わって携帯を見たら、うん、2回着信履歴が残っていて、でどこからだろうと思って番号を調べたら警察署だったんで、私なんかしたかなと思って電話かけ直したら、その警察の人から何月何日に CD レンタルショップに行かれましたとか、その日
どんな服装でしたとかいろいろ聞かれて、で電話がかかってきた日の2週間も前のことだったので全く覚えてなかったんですけど、結局その警察の人からあなた盗撮されてましたよって言われて、でなんか後日同じ服装で警察署に来てくださいって言われて言ったら、なんかそこのレンタルショップ屋さんって2階にあるので、エスカレーター登ってるんですよね。なんか私エスカレーターの下からスカートの中取られたんだろうって思ってたんですけど、犯人から押収した携帯に入ってたデータをちょっと見せてもらったら、まさかのムービーで、しかもその CD を私が選んでた背後からカメラをスカートの中にこうがっつり入れていた映像だったんで、もう相当びっくりして、むちゃくちゃやん。すごいね、そんなむちゃくちゃなことされても気づかないもんでもあるんだね、その香里さん的に。鈍感だったんですね。え、それはもう完全にパンツだったの？はい、はい、うわ、もうおパンツが映ってて、もうパンツでパンツ、はい、大つけんじゃない。その人はいろんな人のやつを撮ってたの、それと香里さんだけを狙っていたの？その何人か被害者がいたみたいで、常習犯やな。他の人を撮ってた時に、その撮られた人が店員さんに言って捕まったみたいなんですけど、なるほどね。で警察のその女性の方だったんで、はい、なんかまあ良かったんですけど、何回もムービー流されて、でこの場所はどの辺だったとか、パンツ映ってるとこで止められて、これあなたのパンツで間違いないですかとかまで言われて、まあね、検証だからね、恥ずかしくて、そうそうや。でその後現場検証にも一緒に行って、同じ服着て同じ場所でちょっと写真撮ったりとか。え、あ、そっかそっか、もう間違いないっていう。同じここでなんか撮られましたとか、こういう服でしたみたいな、なんかそういうのを書いて調書にして、で、それをまあ、警察署の人が書いた人を見て、サインして、まあそれ終わったんですけど、で、他の被害者の方がいたってさっき言ったじゃないですか、それが小学6年生やったみたいで、私一体何歳に見られとったんやろうって思って。いやいやいや、別に問題なのかな。そういう問題ではあんまりないよ。もうなんていうの、無差別なんじゃないの、もうとにかく取りたいんじゃないの、ね、もう本当がっつりやったんで、もうびっくりしました。パンなんかパンツの種類とかまで覚えておんとか言って友達に言われてたんですけど、そのムービー見てはっきりと思い出して、あ、このパンツだみたいな。へえ、それぐらいもう鮮明に映ってます。捨てた、そのパンツ。え、捨てた。何ですか、そのパンツは。どうしてるの。捨てないです。え、捨てないの。なんか嫌じゃない。捨てるもんですか。分からへんけど、なんかその嫌な思い出がさ、なんかこう一緒にセットで付きまとうんじゃないかな、ね、ということじゃない。ああ、全くそんな頭はなかったです。ああ、そのでも取られたっていうことでさ、やっちまった話って言ってるけど、別に香里さん自体が何かをやっちまったことはないよね。やられちまった話な。けど、まあその聞き察知能力の低さというか、まあ、鈍感すぎるのに、いやいやいや、まあ考えないね、なんかもっと気づけたんじゃないかみたいなのが。ああいうのって、まあ、さっき話してたんやけど、パンツ隠すためにもう一個なんか履くみたいなの しないの。私はしないです。あ、だからする人としない人がいるんだ。しない人いるんだ。だからそれを総合すると、うん、やっぱした方がいいんだね、はい、あ、そのダブルで隠してね。ダブルだから、そういう人がいるっていう、うん、そうだよ、はい、そのまあでもルール違反だからね。いや、ルール違反、そういう人を意識したくはないよな、確かに女性からしたらね。そうですね、まあ、でもそういう数パーセントの可能性があるっていうのはやっぱ怖いですよ ね。確かに、まあ、まあ難しいとこだけどさ、自分の身は自分で守ろうみたいな考えもあるけど、うん、俺は香里さんがやっちまった話とは僕は思わないよ。それは香里さん無事で何よりだということに尽きると思うよ。いや、そりゃそうよね。 それ以上なくてよかったよ、うん、取られてね、それ大変だったろうけれども、うん、今無事で元気でいてくれてよかったということに尽きると思いますな。いや、今怖いよね。だから怖いよ。だって何も気づかなかったんでしょ。そうですね、もう盗撮で済んでよかったなとも思ってます。なんかこう刺されたりとか、いや、そうや、触られたりとかしたら、もっとね、危なかったんで。なんか俺らが言っても説得力はないかもしれない。俺らも別にたまにエッチな話とかするし、なんか下ネタをまあ言って、さっきも際どい話ちょっと先輩話え？何に？
聞こえました、その。あ、聞いてくれてた？そうそうそう。ちょっと偶然にも、まあ、そういう知らない。俺らはするけど。でもさ、むっつりの方が怖くない？そう。話さなくてさ。そう。俺、こうやって話すことによってさ、発散してるところはあるでしょ、なんか。そうだよ。だってもう、僕らは全国に向けてさ、自分たちがこういうこと考えてるっていうことをさ、うん、発信してしまってるからさ。そう。それがいいことなのかどうかわかんないけど。うん。でも、人をピンポイントで傷つけるようなことをするのは、やっぱり良、うん、くないし、それを傷つけられた人が自分を責める必要はないと思う。そりゃそうや。うん。かおりさんはやっちまっていないさ、何も。うん、これからも、可愛い服装で自分が気に入った服を着ていてほしいし、はい、大倉さんのアドバイスの通り、ちょっと自分を守るということに工夫を入れるっていうのは一つ、ね、確かにありかもね。カバンをこう、後ろにやってたっていうのに、うん、ちょっとなんだって思ってた自分が今恥ずかしくなってる。いや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 、でもそういうの一個一個しょうがないじゃないですか。いやいやいや、なんか壮大な前振りをしたなみたいな。気になったら見ちゃうのもしょうがないとは思うけど。スタッフも話してる途中に言えよ。そういう電話があるって言えよ。かおりさん、それでリクエストの楽曲は何ですか？はい、ハイスタンダードでステイゴールドです。いいね、懐かしい。じゃあ聞いてね、この後も聞いてね。はい、ありがとうございます。かおりさん、お仕事頑張ってね。はい、ありがとうございます。気をつけてね。待ってるよ、秋田で待ってるからね、はい、俺も一応待ってるからね。はい、イライラじゃんけん。自称平和主義者を名乗る僕たち二人をあえてイライラさせることで、その実態が心のシャッターを下ろすのが早すぎて誰も人が寄りつかないだけであることをあぶり出していくこのコーナー。全然人なってないここ。大倉チーム、高橋チームに分かれて、大倉チームには僕高橋優がイラッとしそうなこと、高橋チームには大倉くんがイラッとしそうなことを送ってもらい、それをお互い一ネタずつ紹介、はい、相手の挑発を受けても全くイラッとしなかったら、逆にまんまとイラッとした場合は、はい、この後で判定していき、相手をイラッとさせたら1ポイント獲得で、そのネタを送ってくれた人には番組グッズのジョコビッチをプレゼント、はい、先に20ポイントを獲得すると相手に罰ゲームを受けさせることができます、はい、罰ゲームは大倉くんが、今後毎日お昼ご飯がそばとお稲荷さんのセット。いやいや毎日はいやいや。今でもスタッフにやるんですか、その何でもいいから買ってきて作戦。やりますよ。やるんですか、うん、で感想言わないっていう。感想言わない。俺も今度やってみよう。やってみ。高橋くんがステージドリンクが熱々のクラムチャウダー。うわ、これはきついな。やけどしちゃうね。喉からなるわ。うん、熱々だし。ただいまお送りしている第5シーズンは、先週までのところ大倉チームが5ポイント、はい、高橋チームが2ポイントとなってるんですけども、今週はこのポイントをどこまで。めっちゃリードしてるよ俺。また俺負けてんだね。まずは先攻後攻を決めましょう。はい、じゃんけんでいきます。最初はグー、じゃんけんチョキ。あれ、あいこでバー。あ、勝ちました。決った。じゃあ先攻高橋チーム。ちょっと対決の前にね、一つ業務連絡あります。何ですか？新人のラッコフェスティバル Z くんなんですけども。え、何ですか？どうしたどうした。ドラえもんのネタがあったんですね、今週送られてきたメールの中に。ええ、めっちゃ面白いんですけど、うん、ちょっとモノマネのスキルがついていかないので、うんうん、ちょっと直してくれんかなと。おっていうちょっと業務連絡です。あ、おお、やりたいんやけど、これいろんなことが今起こったけど、俺の中でラッコフェスティバル Z ってのは何者なんですか、それ。やっぱ新人です。新人。はい。今までの、今まで僕がよく知ってるラコイスティバルじゃないんですね。じゃないんですね。あ、新人。Z。 はい。なるほど。手だれの新人です。手だれの新人。はい、まあ、期待もあるけれども、ね、はいろいろ考え直したところもありましたけど、うん、まあ、わかりました。はい、じゃあ、いいですか、始めて。どうぞ。はい。じゃあ、先行高橋チーム。名古屋市北区で聞いてくれてるトビちゃん24歳。トビちゃん。電話をかけたのに、LINE で何？と返事が来る。LINE で呼びかけたのに何？で電話をかけたのに LINE で何？と返事が返ってくる。ああ、あれ？なんか仕事中かなとか。え、でも電話で折り返してほしいとかあるじゃん。なんか。まあ何？って言って。うん。あ、そっか、電話できないかっていう感じで。ああ、そうか。うん、あ、そんでも。最初にすぐパンって返事が返ってきたら確かにイラッとはしないかもね、うん、全然しない。俺なんかこれわかるって思ったんだけど、うん、電話してさ、うん、全然返事返った追い返しが来なくて、うん、あれ無視されてんのかなと思って、多分向こうは渋々、いやこれ無視すんのダメかなと思って返してきたのが LINE だったみたいなさ、うん、ああ、会話したくないわけよ俺と。いや、したくないわけじゃないかもしれないよ。あ、そっか。そう、だって、結構時間が経って、うん、あ、今かけ直すのちょっと違うかなとかなった場合、うん、あ、電話すいませんでした、って、出れませんでした、って言って、あ、そっか。急ぎの予見でしたか、とか言って。ああ、やっぱ、大倉さん、やっぱ、根がすごいポジティブだよね。え、
そっか。うん。イライラじゃんけんがやっぱ勝つ理由が分かってきたわ、今。俺やっぱこう、文面一つ取ってすぐイライラする方に考えちゃうとかあるわ、俺。特にここ最近の、ここ1、2ヶ月の俺はそういうとこあるわ。まあ、それ共感した感じよね、イライラしたっていうより。俺共感したから、あの、大倉さんにもこう伝わるかなと思って、共感してくれるかなと思ったけど、でも大倉さんの考えの方が深いし、優しいわ、やっぱ。基本的にそうかな、ゆうくんがだから俺と話したくないのかなって思うっていうのは相当壁が分厚いなと思って、なんかまあまあまあいろんなところね、いやそうこういうシチュエーションを想像したらだよ、うん、今こういうこと起こったことはそんなにいっぱいないけど、そっか、だから俺やったらこうメール選んでる時点でシュンってすぐ、うん、あのこれはイライラしないなっていう風に言っちゃうやつ。ああ、そっかそっか。すいません。そうかそうか。いや、なんかごめんなさい。なんで謝る。いや、盛り上がらない。なんで全然。俺がイライラした方が盛り上がらない。いや、そんなこと、そんな僕ちゃんとイライラさせてあげるから。大倉さんをイライラさせてあげるから、俺が。さあ、さあ、高校。高校はい。江戸川区、東京都江戸川区、こからすまるから。はい。生放送1時間前に、高橋は番組スタッフにこう宣言した。うん、これから俺、高橋優は、新高橋優になる。これからは手当たり次第女を抱き、水分はアルコールしか取らない。キリにやらない奴は殴る。そんな新高橋優になる。そう宣言した高橋優に大倉がスマホをいじりながらこう言った。うんうん、それいつものゆうくんやん。いやああ、また言えなかった。ちょっと、差が開くよ。いつもんじゃないじゃん。いつもじゃない。なんかでも逆に憧れるタイプの人間だなと思って聞いてた。そこまでやれたら。こういう人が。そこまでそんななんかもうロックンローラーみたいな感じじゃん。なるほどね。でも。俺はそうはなれないからな。早死にしそうよね。そうだね。うん、だロックンローラーって早死にする人多いしね。そうか。でも健康でずっと歌い続けてほしいよ、俺は。ああ、ありがとう。うん、嬉しい。新高橋優やめてほしい。あ、本当？うん。本当にそれ保ってる今。保ってるよ。俺な、心ないかな、やっぱり。いや、そんな風には思ってないけど。なんかいつも俺がじゃあ暴力振るみたいなキャラに したりしようとするじゃん。いや、したりするよ。まあまあ、すいません。ちょっと待って。してるじゃん。いや、全然してない。全然してない。バイオレンスなキャラにしようとしてる。いや、全然。いつもこういう感じでしょ、俺ら二人は。そんな急に、なんていうの、回ってない時にさ、俺が暴言を吐くようなことはしてないじゃないですか。うん、いつもっていうのはどっからどこまでのいつも。いやもう出会った時から今日まで。出会った時から今日まで。あ、そっか。あの、ゾウっていう曲を書いた日から。今日まで。ずっと僕らはこういう感じじゃないの。そうですね。いやー。先行高橋美です。はい。はい。東京都杉並区で聞いてくれてるメロンパンダ。はい。居酒屋にて。うん。ごめん、遅れちゃって。ミーティングが長引いちゃってさ、俺今プロジェクト3本持ってて、なのに今日別プロジェクトにアサインされちゃって、マジタスク山積みで寝てないんだわ。アジェンダ立ててチーム内のコンセンサス取ろうとしたんだけど、このバジェットでプロフェット出せるのって言われて、スキームの見直ししてたの。俺はイノベーションが必要だと思ってサジェストしたんだけど、上のアグリーが取れないんだよね。クライアントにコミットした以上、リソースをフルに活用してバリューを出すことが必要だと思うんだけどな。これはもうみんながイライラするでしょ。やったー。このこっち系あるよね。あるある。このなんていうの、説明長い人のやつ。いやいや、帰ったらいいのにと思うよね。そんな忙しいんやったら。居酒屋だもん。居酒屋で何がコンセンサスだよね。ねえ。俺もう途中で話切っちゃうかも、それ飲んでたら。マジ意味風とか言って。上のアグリーが取れないの。上のアグリー。アグリーぐらい別に確認でいいじゃねえか。いるかね、こんな人本当に。いや、いるんでしょう。いそうな感じがするから多分なんかこういう気持ちになるんだろうね。いや意識高い系男子みたいな、こういうことでしょ。あ、そうそう、そういうこと、うん、そういうこと。いやね、やった。英単語いっぱい知ってますよみたいな。あ、そうそうそう、まあ、でできる男が使う言葉的なことじゃない。うん、まあそこ止まるよね、そういうやつって。おお、言いますね、大倉さん。さあ、高校大倉チーム、どうぞ。東京都練馬区、そのまんま今日、はい。彼女に小言を言われたので反論したら、はい、うるさい、あんたなんて所詮ゴキブリ以上 Wi-Fi 未満なんだからね。範囲が広いって。訳が分からない。訳分かんないね。訳分からない。Wi-Fi 未満。Wi-Fi 未満。
Wi-Fi は上なんだ、俺より。上やねんな。めっちゃ便利で、すごい助かってんねやろな。そうだね。それ以下やけど、ゴキブリよりは上。上なんだ。そう。そこが別にそんな、なんか、なんていうの、批判されてる感じしないんだよね。いや、まあ、そうかそうか。いや、よくわからない。よくわかんない。初めて言われた感じしたもん。めっちゃ考えるよね。ゴキブリ以上ワイワイ。ゴキブリよりは上かって。でもどっからがね、うん、ゴキブリの上って考えてるかわからないから。そうだね。そう。うん。いや、もう面白かった。いやね。なイライラはしない。なんか、新しい発見をしたような気持ちだったよ。あ、そんな言われ方もあんのね、みたいな。いやいや、だいぶ逆線高いですよ、こういう感じ。あんたなんてワイワイ未満よって言われる日が来るのかな、うん。え、マジかってなる。え、どういうことどういうことってなる。はい、じゃあ、まあ、もう一旦いけるみたいです。先行高橋、ラジオネームスナフキン。大倉が自宅でくつろいでいるとあの人がやってきた。ガラガラガラはい、お邪魔します。まあ立派なお宅でございますな。今日もヨギ棒に座りながら一人でお酒を飲みながらにやけた顔で確かめるギャラおい、ただよし。子供たちの夢が壊れるでしょうが、このバカチンが。あれあんま来ませんでした。いやいやいや、あの、ガラガラガラ言いたいだけでしょ。ね、うちそんな扉ないし。いつの時代よ、それ。いや。ガラガラガラ。いやいや、ないよ。屋敷みたいなところでしょ、それ。三又又蔵さん。いやいや、ガラガラが言いたいだけでしょ。三又又蔵さんまで言いたいの。そこまでワンセット。そうなんや。最近の俺のお気に入り。なるほどね。そうそうそう。ガラガラガラ言いたい。最近一番笑ったネタだったから、俺の。いや、笑ったわ。あれ面白かったよね。うん。いろんなやつでできるんですか、その、その、金八先生の真似で。うん、まあ、ドアの擬音をやってるわけじゃないですか、うんうん、いろんなのでできるんですか金八先生って。できると思うよ。できるの全然、うん、じゃあ、 あの水飲んだ時の音はガクガクガク絶対飲めないよねそういう言い方で。あグビグビ擬音はマジおかしいっておかしいねんってどういうことなんだろう。状況説明やったら分かんないけど、きっと自分が飲んでるでしょ。俺それだけ納得いかないもんな、絶対。おかしいよなぁ。ごくごくごく。いや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 。なんかあとありますか。あ、電話鳴ってるよ。え？あ、チリチリ。いつの電話やねん。チリチリって。だいぶ古いの持ってきた。はい、はい、ここじゃあ、僕たち、名古屋市北区、トビちゃん、あれ酒持ったのトビちゃん。今から数年前、高橋は結婚し、お今から数年後やな、うん。今から数年後、高橋は結婚し、子供が生まれた。うん、名前は私がつけると言って、聞かなかった奥さんに、子供の名前の由来を聞くとこう言った。うん、ん私の名前から一文字と、うん元彼の名前から一文字だよ。芦田愛菜だよ。いやいやいや、なんで芦田愛菜だよ。いや、おかしい。かぶせてくんなよ。くそ、渾身の芦田愛菜をぶつけたつもりやったのに。くそ、超えられた。悔しいぜ。チリ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 はいらないよ。古すぎるの。黒電話でしょ。大倉君と高橋君。黒電話あ誰やろ元カレやだ。オールナイトニッポンサタデースペシャル大倉君と高橋君。東京有楽町日本放送キーステーションに全国34局ネットでお送りしました。さあ今週も生放送でお送りしてきた大倉くんと高橋くん、はい、エンディングなのでいつまで引っ張ってんの。大倉くんからお知らせです。お知らせ。この夏リリースした罪と夏を引き下げ関ジャニ∞はただいまリサイタルで全国を回ってます。来週末は和歌山ビッグホエールです。明日は、引き続き埼玉スーパーアリーナで、2回公演ありますので、はいはい、楽しみにしてください。はい、すごいね。続きましては金八先生から、はい、あガラガラガラ。そっからやんのかい。芦田愛菜。ようわからんもん。高橋優主催野外音楽フェス秋田キャラバンミュージックフェス2016の開催まであと3週間となりました。うん、出演は
9月3日チーム社長子ビギンファンキー加藤藤原さくら青木隆二ドブロッカーズ福田彩の9月4日家入りレオウルフルズ菅氏顔歴史ザ・ビートガーデンドブロッカーズ花輪チケットは一般発売中です。高橋優と出演していただく皆さんとのコラボなど盛りだくさんの内容を検討しています。そしてニューシングル今日も聴いていただきました、光の破片が8月31日にリリースとなります。表題曲の光の破片は3日後8月17日から配信開始となりますので、ぜひぜひチェックしてみてください。ぜひともね、ぜひチェックしてください。バカチンガーすごいね、なんでそんなモノマネスキルが高いんでしょうね。ジジジ、もうラジオやからもう言いたい方だよな。ジジ、だってもうテレビでやらないじゃないですかそういうの。まあテレビってこのやる機会もないですしね。まあそうか、いやそうそう、モノマネやりますっていきなり言ったら、いや変な、嫌われちゃうよ多分。嫌われないよ。ヒルナンデス、ヒルナンデス出てたよね。出てたよね。そう、それ出た直後にヒナルナンデスって噛んじゃったの。ヒナルナンデス、そうツイッターで。あ、なんだ、メールが来てる。お、秋田県湯沢市、18歳の女子ももかさんから、私はエッチな写真を保存したことがあります、うん、理由は男優さんがかっこよかったり腹筋とか綺麗だったりの理由です。女優さんも体のラインが綺麗だったりです。だって、いや他の画像あるでしょ、別にエッチなとこから探さなくても綺麗な体だけだったらね。そうそう、もっと海外の俳優さんとか綺麗な腹筋とか、はい、うんうん、すごいですよ胸筋とか。確かにね、まあ、あ、俺それはあるかも。あ、それはあるかも、あの理想 の, あの体型になりたいために。あ、でも見るのっていいんだよね。そう、そういうのたくさん自分の目に入るようにしとけばそれに近づいていけるという考え方がある、うん、全く近づかないのが謎やけど。マジで、うん、俺がよく読む自己啓発本にそういうこと書いてあるよ。嘘。そう、行きたい場所とかをさ、うん、あのボードとかに貼っておくと、うん、いつか行けるよってこうなんか自分に暗示をかける。なるほどね。そうそうそう、行きたい場所とかある？例えば大倉君休み今取れたらどこ行きたいの？家。家以外、家だって今夜だって家行かれるわけでしょ、うん、まあそうね、家以外どっか行きたいとこないの？家以外か、うん、秋田また来たくない？まあ秋田行きたいけど。本当？本当？誰ですかそれ、まさか。いや、これ俺よ、これ俺。これ俺な、これ俺。普通に嬉しい、いきなり盛り込んでくるからさ。いやいや、これは本当に嬉しくて。じゃあもう一番最後、もうすぐさよならなので金八先生から最後の、うん、嬉しい一言。嬉しい一言、はい、うん、分かりました。全国のみんな、ガラガラガラ。途中で入ってくる。全国のみんなは聞こえてるんですよ。みんなよく聞いて、健全なエッチはよしとする。何を言うとんの。おやすみなさい。おやすみ。